大気波は大気中に発生する波の総称である。気圧、重力ポテンシャル、気温、風速など様々な要素により定義される。周期的な波もあれば、非周期的な波もある。大気波を発生させる原因は様々であるが、一般的には重力波の一種であり、熱的な不平行や動的な効果によって生じるとされる。 熱的な不平行による大気波は小規模であるが、時に大規模なものになることがある。力学的な見方をすれば、大気波は消滅時に周囲の大気に運動量を受け渡すため、元の大気の流れから他の大気の流れへと運動量を運搬する役割を持つ。清掃圏ではロスビー波としても知られ、 運動量を運搬することによって、成層圏突然消音や、成層圏、順二年周期振動が発生する。数学において、大気波を表現する際には、球面調和関数を用いる。20世紀初頭には、高層気象観測によって、ロスビー波などの大気波が発見されていた。当初は、あくまで高層大気の現象であって、地上の気象に与える影響は、 ほとんどないと考えられていた。しかし研究の進展に伴い、相関スケールや惑星スケールの気象現象に影響を与えているというよりも支配していることが分かってきた。一年周期である清層圏変頭風、変成風の波動はブリューアードブソン循環とともに清層圏の風景を形作っている。ロスビー波は大流圏上部のジェット気流の流路を左右する、 大きな因子である。また、対流圏から清掃圏や中間圏へと伝播する重力波のうちで規模が大きなものや、ロスビー波の一部は中層大気の循環上に上乱をもたらし、これが間接的に、いわゆる異常気象の原因となることがある。1960年代以降の研究によって、こういった重要性が明らかとなり、1980年代以降は、 これを方程式に組み入れて再現するためのモデル化の試みが始まった。近年では実際の予報に用いられる数値予報モデルにも一部用いられているものがあるがまだ解明されていないものも多く、さらなる研究が現在も進められている分野である。ありがとうございます。